はい、毎日学習会の林です。早速やっていきましょう。今日は社会福祉学科の問題をやっていければなと思います。よろしくお願いします。公募の問題ですね。どこの問題を解こうかっていうふうな時に、いろいろやり方ってやっぱりあるかなとは思うんですけど、その社会福祉学科っていうのも、いわゆるそのどこの学部受けたらいいかよく分かんないっていう方が、受ける時に非常にいい学科の一つなんじゃないかなというふうに思います。でそこをどういうふうな形でね、突っ込んでいくかっていうのはすごい大事なことかなと思いますんで、ちょっと社会福祉学科に関しても、見ていければなというところです。で、設問としてはそんなにめちゃくちゃ難しい印象は受けません。で、実際いわゆる統計の読み取りができるかとか、あとはあれですね、いわゆる年金の支給年齢引き上げをするとどうなるかとか、あとはその日本を例に健康格差の現状に関する経済的人的コストの具体例を挙げて、その背景にある社会的要因って何なのかっていうことを論じなさいっていう話だったりとか、論じなさい問題ってのは結構実数は読めないで結構長い可能性もあるので、例えば600、これいずれも実質制限はありませんって書いてるから自分の好きなだけかけるわけですよ。で、90分の問題で今一つが大体30分ぐらいだとして、30分何文字かけるかで、おそらくなんだけど多分これは実数たくさん書けば書くほど有利なはずなんです。よっぽどその内容が支離滅裂じゃない限りは、多分それぞれ300字書くよりは600字書いた方が有利だし、600字書くよりはおそらく1000字書いた方が有利なんですよね。で、なんでそういう風になるかっていうと、なんで実数が多い方が有利になりがちかっていうと、例えば実数が300字とかだと結構その論理飛躍、この話からこうはなんないでしょみたいな話が結構割と出がちなんですよね。なんだけれども、例えばこれは600字とか900字とか、1200字とか実が増えれば増えるほど、その文章と文章の間の論理的な接続っていうのが基本的に細かくなって、論理飛躍みたいなのが起こりにくくなるんですよ。で、論理飛躍が起こんなくなると、大抵こうその受験生が書く文章ってすごく論理飛躍があったりするので、特にその文系の学部っていうのはその数学の証明問題とかができない感じの人は受けることが多いんですよね。で、そうするとなんか例えばその数学のそういうその証明問題とかやるときに、なんかさえ答えわからなくてなんかこう飛ばしちゃうみたいな感じの人が多いんで、そういう中でこう論理的なこう接続性っていうのがちゃんとあるような文章を書いていければ、それだけだいぶ違うんですよ。そういうところをこうちゃんとできるかどうかっていうところがすごい大事で、それができるとやっぱりこう話としては結構早いんで、そういうところをこうしっかり見ていきながらやっていくっていうところですね。それがとても話としては重要になってきますし、そういうところをちゃんと認識しながらやっていくっていうところがすごい肝になってきますんで、そういうところをね、とにかくちゃんとやっていただければなというふうには思います。はい。